アシュタビューラ郡はアメリカ合衆国オハイオ州の北東隅に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は10万1497人であり、2000年の10万2728人から1.2%減少した。郡庁所在地はジェファーソン村であり、同郡で人口最大の都市はアシュタビューラ市である。郡名は 色イ,イ族インディアンの言葉で多くの魚がいるかは、お意味している。群内に17の屋根付け橋があることで知られている。近くの湖によって生み出される、微気候のおかげでブドウの栽培が広く行われ、いくつかのワイン醸造所がある。冬にはたびたび湖水高下雪が降り、エリー湖南東部のスノーベルトに入っている。アシタビューラ群はその全体で、アシタビューラショート試験を構成している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1367.90平方マイルであり、このうち陸地701.93平方マイル、水域は655.97平方マイルで、水域率は48.69%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アシュタビューラ軍艦左役の小アシュタビューラ軍ズ、 アシュタビューラ軍は、下記27の軍区に分割されている。軍内には、フィンランド系アメリカ人が多い。毎年アシュタビューラ市で、フィンフェスト USA が開催されている。また、屋根付け橋の数も多い。ありがとうございます。